はい、どうもこんにちは、チルコです。おつちるです、トレジャーマップ練習冒険来ましたので、新世界リーグですね、こちらに行ってみたいと思います。行きましょう。はい、こちらのパーティーで行ってみたいと思います。どうでしょうかね。この なんだったっけ。そう、ビオラはまあなんかしびれとか必殺封じとかなんかしてくるかなと思いまして連れてきました。なんとなく行きましょう。よし、いいね、マルコはいはい、あ、エースありがとう、わかった、あ、行かないでよし、では行きたいと思います。ちょっとね、まだ今日が本当に初めてなので、どのようになりますかね、楽しみです。もう本当にもうトレジャーマップは好きじゃないんですけどねエースならもうがぜんやる気が出ます。もうエネルをめちゃめちゃ育てましたよし、3面。あー、なるほど。じゃあこんな感じかな。はい、これ貯める感じだね。船が終わったじゃないですか、期間。ラブンかな。皆さんやりませんでした、そのまま終わったのに使ってるっていうのあれ、なんで必殺技を、あれ、期間が終わってるっていうね。まあ勝てたから良かったんですけどね。あ、エース、うん、なるほど、4面でもう出てくるってことなんですね。やばい、いや行きましょう。なるほど、あ、まあ4面は割といけますね。うん、エースはこんなに弱くないよし、ターンもたまるし、いきますか。さあ、おお、ワクワク、もうエース、おお、なんだこれ、何これ、かっこいい、うわー、あ、なるほど、ヒットバリアか、周りがヒットバリア、エースも 15? まあ15なら、まあ、まあまあだけど、うーん、どうしようかな、ヒットバリアだから、ビオラかな、一旦の間。なるほど。じゃあ、この3つは変えられる。キャベツ封じられるのはちょっと厳しいな。とりあえず、ビオラを使おう。もう初めて使う。はいはい、どうでしょう、こんな感じにして使
えるものを使った方がいいかな。うん、そうしよう。それでエースの攻撃受けるからちょっとアルビダーで軽減をしまして、これはあ、やっぱり移動できないんだ。はい、エースをまずちょっとやってみようかな。いや、この人封じだ。うん、やめようやめよう。この次にエースちょっと行ってみようか。と倒せるはずだから、うん、わあ、おっと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 、かっこいい。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。泣きそうになる。めっちゃかっこいいんですけど。ちょっといけそうかな。あ、そっかそっか。なるほど。一旦気をつければ。いけるって感じかな。とりあえず一応念のため動きをしようかな。これはもうエースをこの人倒した方がいいか。よし、エース倒した。なるほど。でもこれで、このパーティーで一応クリアはしたけどっていうことですよね。うんうんうん。どうなりますかね。あー、めちゃめちゃかっこよかったですね。もうビオラ連れてきてよかったですね。お邪魔を変えれるキャラがいた方がいいってことかな。メンドさんありがとうございます。はいはい、ということで、トレジャーマップの練習冒険、新世界リーグの方にね行ってみました。いやー、楽しみで仕方ないです。はい、頑張りたいと思います。そうね、虹色にできるように頑張ります。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。